アフリカネーションズカップ2004は第24回目のアフリカネーションズカップであり、アフリカ各国の代表チームによって争われるサッカーの大会である。チュニジア共和国で2004年1月24日から2月14日まで行われ、開催国のチュニジアが初優勝を決めた。予選には49カ国がエントリーし46カ国が参加した。 予選を勝ち抜いた以下の国が本大会に進出した。緑色に塗られている国は準々決勝進出国を示す時刻はすべてチ、チュニジア時刻、チュニジアブイルワンダコンゴミン主共和国ブイギニアルワンダ、ブイギニアチュニジアイコンゴミン主共和国チュニジアブイ、ギニアルワンダイコンゴミン主共和国ケニアブイマリ、セネガルブイブルギナファソセネガルブイケニアブルギナファソブイ、 マリセネガル V マリブルキナファソ V ケニアジンバブエ V エジプトカメルーン、e、V アルジェリアカメルーン V ジンバブエアルジェリア V エジプトカメルーン V エジプトアルジェリア V ジンバブエナイジェリア V モロッコ南アフリカ共和国 V ベナンナイジェリア V 南アフリカ共和国モロッコ V ベナンモロッコ V 南アフリカ共和国ナイジェリア V ベナンマリイギニアチュニジア V セネガルカメルーン V ナイジェリアモロッコ V アルジェリアチュニジア V ナイジェリアモロッコ V マリナイジェリア V マリチュニジア V モロッコ特典王チュニジアウィンカップオブネーションズ BBC スポーツ2011年11月18日閲覧ありがとうございます